はい、というわけでね、第2回目のね KGB 神奈川暴論というね、1回目はね示談について、まあ出生とかこのどんな風に売れていったのかみたいなことを喋りつつ、まあ来シーズン以降どんな監督としてどんな風に進んでいくのかみたいなことをね考察していたんですけども、まあ第2回目ということで、まあ1回目レアルマドリーに由来する選手だったので、第2回目はバルサの象徴といいますかね、有名人ペップ・グアルデオラね、今マンチェスターシティもうまあ今というかね、ずっとここ何年も世界一の監督みたいな感じでね言われてますが、まあ、この選手がどんな風にして出てきて、まあ、選手とか監督がね選手時代はどんな風にして出てきてどんな扱いやったのかとか、まあね、そういうことをね話していこうかなとは思っておりますよ。ということで、まずねグアルディオラをね語る上で一番重要なのが、スペインという国をもっと知ろうって感じですね。なんとなくねスペインって言ったら闘牛とか、あとは何オレンジとかね、なんとなくそんくらいのイメージですよね。パエリアとか、まあそんなイメージですけども、まあ、あの国がどんな風にしてできたのかっていうとこから紐解いていったら、グアルディオラがなぜ今の形に落ち着いたのかっていうのがよくわかるんじゃないかなということでね、まあね、このスペインについてものすごい詳しい話は、ある程度ご自身で調べてもらったりとか、まあそういう動画なり本を読んでもらうのが一番なんですけど、まあ僕はもう超ざっくり言いますけど、スペインっていうのはたくさんのこう民族というかね国が合体してできた感じなんですね。その中にはねカタルーニャ、バレンシア、バスク、ナバラ、ガリシア、カナリア、アンダルシア、カスティーリア、ムルシア、エストレマドゥーラ、カンタブリア、アラゴン、アストゥリアス、ね、こんだけの、まあ、民族というか地域が、まあ、合体して今のスペインという国のくくりになってるんですけども、あのねこれがねすごいことにね、まだそんなにみんな納得してないっていうのがすごいんですよね。そのスペイン国内でこんだけの対立というか違う民族というか違う地方が、いや俺スペインちゃうしみたいなことを言ってる人がめちゃくちゃ多いと。まあ、中でもね分かりやすいのがこうバスク地方ね、アスレチックビルバオがあるチームですね、地方ですね。まあその辺とか、まああとはまあカタルーニャも分かりやすく独立してる風に見えますよね。でねこの辺がね、まあ、アンダルシアとかもその有名ですけど、カタルーニャバスクがやっぱりこうなぜ有名かって言ったら、あれらしいですね、言語も全然違うみたいですね。しかもスペルも違うみたいです。言ったらなんていうんですかね、この関西弁なんかよりもっとレベルが違うぐらいスペイン語と違うみたいですね。なのでこっちで言ったらどんな感じで、沖縄の言葉ぐらい違うんかな、もう何じゃそれみたいな。それが未だに公用語として使われているっていうぐらい、スペインっていうのはまとまってない国だなというところがね、まずねこれを頭に冒頭入れておいたら、スペインっていうのはずっとこう、まあ、揉めてるんだぞ。カタルーニャもねこの間独立運動をしてね、あの投票とか住民投票みたいなしてましたけども、まあ、そんなことを永遠にやっている、そういう民族が一向にまとまらないサグラダ・ファミリアなんだなっていうことですね、スペインっていうのは。でそんな中、グアルディオラさんは世に出てくるわけですけども、世に出てくるというかね、まずねこの人はねカタルーニャ地方、まあ、その、バルセロナとかねあるところら辺の地方出身の人でね、まあ、すぐに、13歳でバルセロナの下部組織であるマシアっていうラ・マシアっていうねところに入って、でまあ普通にこうええ感じになって育っていってデビューするっていう流れなんですよね。でね、ここでね、現役時代ね見てらっしゃらない方とか、活字というかそういう本とか、ネットニュースでしか見たことない人だってね、なんとなくこんな風に思ってません？クライフが率いたドリームチームの超中心人物で、まあ、その後何年にもわたってバルセロナのエースというかこのど真ん中でやりきった人みたいな。でまあこれはこれで正解なんですけど、僕ねいつもねここでこのなんていうかね疑問がパッと出てきてて、そんなに活躍してたっけと思っていや試合には出てるんですよ、でめっちゃうまいんですけど、なんかねずっと地味やったんですよね。プレースタイル的にはね、今のねブスケッツともマルキシー一緒なんですけど、でもじゃあ
10年後にブスケッツが中心やったでって言われてもなんかピンとこない気しません？え、でもチャビ・イニエスタの方が花あったし、ね、なんやったら他にもこうペドロがいたりとか、まあメッシとかはねすごすぎてあれですけども、あの同じねスペイン人でもあのそこまで目立つ感じじゃないというか超クロートしかあのすごいって言わへんみたいな。グアルディオラもねそんな感じでしてね、周り僕のねイメージはねそのイニエスタチャビのところに、そうやねアモールとバケーロ、アモールバケーロの方がスペイン人としてはそのバルセロナのチームでは有名で、ね、脇を固める形でエウゼビオっていう選手がいたりとか、まあベギルスタインもそうですね、まあこの辺だったらこのみんな知らんわみたいな感じでしょ多分。エウゼビオって、あとゴイコエチアとかね、その辺知らんわってなるんですけど、まあ、ちょうどねこれがね今で言うねセルジ・ロベルトとかあの辺やと思ってくださいあの当時もうファンの人しか知らんみたいなね感じで思ってもらったんですけど、その時ねキーパーはね、スビサレッタっていうことでね、これね調べていったらこの当時のねドリームチーム、まあで、ディフェンスラインにクーマンがいたりとか、まあ前にロマーリオがおる時代もあれば、まあ、ラウドルップ、ストイチコフの時もあるみたいな感じなんですけど、この時のスペイン人はバルセロナに所属してるスペイン人はなぜかねバスク人がものすごい多いんですよ。でこれなんでかなと僕勝手に想像したんですけど、まず一番最初に思ったのはほらスペインって今言ったように冒頭言ったようにすごいこう民族がバラバラなので、なんていうんですかね、仲いい地域と仲悪い地域があるんかなと思って、で、バスク人っていうのは、まあ、調べてみたところ、まあ、諸説あるんでしょうけども、ヨーロッパで一番古い民族かもしれないっていう、正当なヨーロッパ人かもしれないっていうね、そういう誇りがあるみたいで、みたいなところと、なんていうかね、誇りがこのスペイン中央主義に、あんまりなびかへんみたいなところがあるのかもわかんないんですけども、その辺とカタルーニャが仲がいいんですって。なぜ仲がいいんかと言いますと、そのねバスク人の独立運動みたいなことを展開する方がいらっしゃるんですね。その方がバスク民族主義の父と呼ばれるサビノ・アラナっていう方なんですよ。この人が1892年著作ビスカヤ地方の独立を求めてという本を出して、まあ、演説をして政治活動を、始めると、はい、で、この方は血族、言語、統治と法、気質と習慣、歴史的人格の5つをバスク民族の独自性を定義づける要素に挙げ、特にね血の純血、バスク人はスペイン人、この純血主義によってねスペイン人よりすげえんだぜみたいないうところでねこの展開をして、この辺はねアスレチックビルバオとか、まだまだこの継承されてるというところもありますよね。レアルソシエダもねちょっと前までね外国人の助っ人を入れるけどスペイン人はバスク人のみみたいなのやってたりしたんですけど、今はちょっと緩くなったみたいですけどね。でもこの方がねバルセロナ大学でカタルーニャナショナリズムっていうものに、バルセロナ大学に通ってたらしいんですけど、そこでカタルーニャナショナリズムっていうものに共感して今の、本を著作を出したということで、もともとこの響き合うんかなと思って、なんかよくありません、九州の人と関西人話よく合うみたいなまあね、特にそのまだ藩の時代とかだったらよとしたらあるかもわかんないですね、こうなんやろね、こう会津とどこが仲悪いとかね、薩長とどこが仲悪いとかね、まあそんな感じでこの県民性って言ったらいいですかね、スペイン的な県民性みたいなね共感し合うので、そのバスク人は結構バルセロナに移籍しやすいっていう土壌があったのかもしれないですね。でできたチームがドリームチームであると。まあドリームチームっていうのはまあがっつりざっくり言ったらクライフが作った最強外国人プラス、カタルーニャのそのバルセロナの下部組織から上がってきたユースプラスバスク人であると言えると思いますね。でね、やってたサッカーはまあトータルフットボールみたいなね、まあ今のアヤックスみたいなもんですわ。
まあ、もうちょっとあのスター選手に依存している形で、ね、まだこの時はね、ボスマン裁定があの最初の方が出てなかったので、外国人の数もかなり限られてた、3人とかで限られてたんですけど、まあ、このチームが、まあ世界で結構猛威を振るうということになっておりましてね、これね、なんでこのチームが出てきたかと言いますと、1980年代後半ぐらいからイタリアではね、あのカテナチオっていうね、よう言われるでしょ、あれが、まあ、世界的に有名な言葉になってくるんですけども、なぜで有名になってきたかって言ったら、アリーゴ・サッキっていう監督がいまして、この人がね、ゾーンプレスというものを開発したんですね。それまではどちらかというとマンマークをガンガンすると、対人に強くっていうところなんですけど、もうちょっと効率性を求めて、自分の持ち場の、エリアを守りましょうみたいな、それで省エネをしましょうみたいなところですね。でマークの受け渡しもきれいにしましょう、これを AC ミランでやりだしまして、まあ、その時オランダトリオね、グーリット、ファンバステン、ライカルトっていうのも今いたんですけども、まあ、イタリアでやりだして大成功して、世界がちょっとこう守備に偏りだした。これでね、なんでこの世界が守備に偏ったかと言いますと、やっぱりね、1980年代っていうのはマラドーナの時代ですので、その一人の天才を止めるにはマンマークじゃきついっていうところが出てきたんだと思います。なので組織で守りましょうみたいなね。そしたら世界中に流行って、みんなが組織で守り出したと。じゃあそのチームを打ち破るにはやっぱ一人の才能に依存する形じゃ厳しいので、組織で攻撃しましょうっていうので出て再発見されたのがトータルフットボール、まあドリームチームでやったことだと思っておりますよということでね。なのでその中でもね、グアルディオラは、結構ね、若い段階でデビューして、まあ、早速レギュラーになって、パン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 、ボランチのところとか、そこでね、中盤のそこでパス回す人になるんですけども、だから、なんかわかります？そんな目立たないんですよね、選手としては。まあ、ただ大体試合出てるみたいな感じで。なのでね、YouTube とかでね、グアルディオラのプレー集とか検索してもね、そんなに出てこないんですよね。なぜならね、グアルディオラってポジションの都合上ね、アシストもゴールも非常に少ないんですね。アシストにつながるパスとかもそんなにないんですよね。まあ、あの叩くのが、ワンタッチツータッチでガンガン叩く、まあ、まさにブスケッツやと思ってください。そういうところで、ね、ドリームチームをやっていって、でやっぱりね、アモール、バケーロ、まあね、クーマンとかもその辺のドリームチームっていうのはね、一定の期間であの解体するんですよ。まあ、なぜ解体するかって言ったら、これね、決定的、僕の中でね、決定的かなと思うのがね、あれはね、何年かな、93年、94年、95年、この辺りぐらいから、まあ、徐々にね、この選手が抜け出すっていうところもあったりしまして、チームがね、勝てなくなってくるんですよね。93年までは、93、94シーズンまでは、リーガ・エスパニョーラ4連覇してたんですけど、なんかわかります？今でも4連覇した後に、次のシーズンあかんかったらもう終わったなみたいな感じにちょっと言われがちというかね。まあ、その中でそのスーパースターがいなくなっていって、まあ95年頃に獲得したのがルイス・フィーゴであったりとかね、イヴァン・デラ・ペーニャ、知ってます？イヴァン・デラ・ペーニャめっちゃいいんですけどねただこれでも、まあ、対策もされたというところで勝てなくなって、クライフは解任されると。そして次のシーズン、ボビー・ロブソンが来て、でロナ元祖ロナウドね、そしてルイス・エンリケで、この辺を取って、獲得して、このシーズンとかはね、ドリームチームというよりもかなり個に依存した形で、そしてその後またあのオランダに戻ってファンハールが来まして、ライツハーとかね、リバウド、まあ、フィリップ・コクーとかパトリック・クライファートとかもその後ね、あとフランク・デブル、ロナウド・デブルのデブル兄弟とかも取っていきますよ、獲得してやっていくんですけど、まあ、この辺からバルサ暗黒時代みたいなのが始まるんですけど、なかなか勝てなくなっていくと。まあでもね、その間もずっとグアルディオラはいたんですよね。で、まあ、冒頭に言ったように、グアルディオラが、まあ、その本当にスーパーな選手だったら、ずっといるんで、そのドリームチームの時もいるし、その、下降気味になった時もいると。なので、すごいこう、安定して活躍してたら、やっぱりハイライトとして脳裏に出てくると思うんですけど、やっぱりね、ファンハール、まあ、元祖ロナウドがおった時はロナウドのチームっぽかったし、ね、イヴァン・デラ・ペーニャはロナウドの恋人っつってね、攻撃はしない、守備はしない、ただするのはロナウドにパスを出すだけと言われたね、男ですね。まあ、この後ラツィオ行って全然ダメやったんですけど、まあ、とか、まあ、リバウドが来てからは先日ほぼリバウドになったりとか、で、それ以降、クライファーとコクートが来た時、フランク・デブルとか来た時も、こう、オランダ人中心になっていくと。中で、まあ、そこにラウドロプチャー、グアルディオラは、いて活躍はしてるんですけど、輝かしい成績があったわけじゃなかったんですよね。
なのでやっぱりね、引退して監督になってからの功績が強いので、雑誌メディアがその歴史を僕は塗り替え書き換えてると思うんですよね。あの すごいいい選手で僕大ファンやったんですけど、選手としては。いやけど現役時代の話をねじ曲げてますやんかなんて僕は思っちゃってますよ。そしてまあ怪我がちなんですよね、この人がね。あのメジャー大会、その代表レベルで大きい大会に出たんて92年のバルセロナオリンピックぐらいなんですよね、自国開催のオリンピックですよ。まあこの時はね、あの優勝するんですけど、それ以外はね、直前で怪我があったりとか、ワールドカップとかユーロに全然なんていうんですかね、縁がない選手なんですよね。でこれもね、こう深くこう勝手にね、こうもうまさに暴論ですけど、勝手に思うと、そんなにスペイン代表にはなりたくなかった、まあなりたかったかもしれないですよ、それは当たり前で、ですけども、やっぱりこのカタルーニャ代表の方が、カタルーニャ人であるっていう方がひょっとしたら意識としてはあったのかもしれないですね。まあでもほんまに怪我で手術して出れなかったんで、まあそこはね、かなりあの残念なところ、その言ったらね、ワールドカップとかで答え合わせができなかったので、ね、その辺がちょっと残念なところではございますが、まあそんな中、まあバルセロナのその暗黒時代と言っていいんでしょう、その時代の中、ファンハールがね、シャビとかをデビューさせるんですよ。まあ他にもね、プジョールとか、ジェラールをね、呼び戻したりとか、ガブリを出したりとか、まあ、まあ下部組織からこう出してくると、もうオランダ人が下部組織から出すっていうのはクライの時からも流れがあるので、それをやってるさなか、ちょっとずっとバルサでやってきたんで海外行ってみたいっすって言って、グアルディオラがね、涙ながらに会見するんですよ。で選んだ先がブレシアですね。なぜブレシアにしたかというと、まあ本人曰くロベルト・バッチョとプレーがしたかったということでね。でまあセリアに初挑戦するんですけども、まあブレシア、ローマ、そしてもう一回ブレシアとプレーするんですが、まあ怪我の影響なのか、もしくはそのプレースタイルの違いなのか、なかなか活躍することができないんですね。試合にもあんま出れなかったんですよね。すごい活躍したかって言ったらそうでもないけど、ただね、ブレシアの時にそのグアルディオラのプレーを見て、ピルロが、あ、俺このポジションできそうやなって思ったとか思わなかったとか言われてますけどもね。でその後カタールに行って、メキシコで、先生名を終えるっていう感じなんですけども、なのでね、晩年というかドリームチーム以外、言い方悪いですけど、そんなにタイトルに恵まれてないんですよね。特に代表にも縁がないですし、そしてスペイン代表は当時そんな強くなかったですし、というところで僕の中でね、報われない選手やったんですよね。上手いのになんか評価も低いし、なんかパッとせえへんなって。ただこの最後のメキシコに行った時に、この間までね、ヴィッセル神戸で監督してたリージョさんと出会って、リージョ塾に通い出すといったところらしいんですよね。でまあ、ここまでを含めて考えると、まあ、その後監督になるじゃないですか。それはまあバルセロナから始まって、バイエルミュンヘンに行ってマンチェスターシティに行くと。これね、思ったのが、まあ、バルセロナでガッとこう売れていった時も、まあその時はね、チーム事情ももちろんそうなんですけども、ほぼドリームチーム制作じゃないですか、ずっとバルセロナって。最近はまあそうでもないかなとも思うんですけど、まあユース上がりの子と最強外国人とでメッシという、まあメッシがいるだけでちょっと話が変わってきちゃうっていうところもあるんですけど、まあ、その後 のバイエルミュンヘンにしても、マンチェスターシティにしても、ね、マンチェスターシティのがドキュメント映画にもなって、このモチベーターとして評価されてますけども、あのね姿を見る限り、僕ねやっぱりね、多民族のチームに強いんだと思います。強いっていうのは慣れてるんだと思いますね。で、特にその誇りを奮い立たせるというか、それは民族化のこともちゃんと勉強もされてますし、まあもともとそういう状況下で選手として育ってるので、なのでバイエルンとか、まあ、タシチとか多国籍軍、そういうところで割と指揮を取りたいんかなとは思うんですね。なのでまあね、そんなに長いシーズン監督はしないみたいなこともねおっしゃってますが、まあ、シティでどれだけやるか分かんないですけどね。なので、ね、僕のイメージとしては、今後もこうやっていろんな多国籍なチームに行くんかなみたいな。例えば
夢叶わなかったというか活躍できなかったセリアの多国籍って言ったらインターナショナルをイタリア語読みしたインテルね、インテルナショナルね。まあそうね、なんとなく分かりやすくないですか、外国人多いチーム。こっちはね、カタルーニャ人とバスク人とオランダ人をまとめてたやつなんやから中心でね。まあそういうところもあるかもわかんないですし、まあ、まあはたまたね、他のいろんなチームありますけども、そういうところに行くのか、今までのキャリア上得意な分野で監督をし続けるのか、はたまた単一民族を率いるのか。そう、それはやっぱりあれですよね、スペイン人の夢としては、独立が夢かもわかんないですけど、独立の夢の反対側にはスペイン統一というか、そう、人種のサグラダ・ファミリア完成を目指したらスペイン代表の監督になって、で冒頭に言ったいろんなスペイン人をまとめ上げたチームを作るんじゃないかな、それも夢としてはあるんじゃないかななんて思ったりしますね。なのでね、グアルディオラが今後、まあどういうどこのチームに行っても、まあ現役時代と一緒っすよね、コンダクターとして中心にいて、まあいろんな役割を与えて回していくっていうことには変わりないと思うんですけども、それ回す相手が外国人なのか、自国民なのか、多民族なのか、単一民族なのか、そういうところをね、まあ次のキャリアとか進まれる時に何どれを選んだかっていうのをね、このラジオとちょっと答え合わせしながらね、見ていきたいかななんて思っておりますよ、というわけでして、こんな感じでね、いろんなね、レジェンド選手、レジェンド監督のね、あの根掘り葉掘りをね、勝手に調べて勝手に適当に喋るというねラジオをやっておりますので、まあ皆様、次誰かしてほしい、この人を紐解いてほしいとかね、いうのがあれば、基本的には1990年代に現役の選手のことだったらある程度頭に入ってますので、コメント欄とかに書いていただいて、そして高評価を押していただいて、チャンネル登録をしていただいて、ツイートボタンでこの人おもろいとか、こいつ全然おもんないとか、こいつわけ分かってないなとか、何でもいいので書いていただければありがたいかなと思っておりますよ、というわけで神奈川でございました。